今回の思想のクロスロードは堂本剛さんに焦点を当てます。このチャンネルの概要や意図は右上のリンクからご確認ください。堂本剛といえばどんなイメージを思い浮かべますか？音楽だけにとどまらない多彩な才能、独特なスタイル、心を揺さぶる歌詞、彼はただのアーティストにとどまらず私たちに多大な影響を与える存在です。では彼が持つこれほどの魅力の源は何なのでしょうか？今回は堂本剛の人生とキャリアにおいて重要とされる独自の哲学やこだわりについての7つのルールを第三者視点で考察します。動画の最後におまけのトリビア雑学を紹介しているのでぜひ最後までご覧ください。1、創造性への探求。堂本剛は常に新しい音楽のスタイルや表現方法を追求しています。彼のアルバムやライブパフォーマンスはジャンルの枠を超えた多様な音楽性を示しており、この探求心が彼の音楽キャリアにおける革新性の源です。彼の音楽は常に新鮮で予測不可能な要素が満載であり、これが彼のファンを魅了する要因となっています。創造性への探求のポイント。堂本剛のように創造性を追求することであなたの内なる可能性が開花し、日々の生活に新たな色彩と刺激をもたらすでしょう。自分だけの独創的な世界を創造することで周囲からの尊敬と認識を獲得できます。2、独自性の追求。堂本剛は自身のアイデンティティを大切にしており、これが彼の独特なファッションセンスやパフォーマンススタイルに現れています。彼は流行に流されることなく自身の感性に忠実なスタイルを貫いています。この独自性は彼の個人ブランドを強化し、他のアーティストとの差別化を図っています。独自性の追求のポイント。自分だけの個性を大切にすることであなたの独特な魅力が際立ち、人生における独自の道を切り開くことができます。自己表現の自由と満足感を手に入れ、他者との違いを力に変えましょう。 3. 感情表現の進化。堂本剛は音楽や芸術を通じて深い感情を表現することに重点を置いています。彼の歌詞やメロディーには人間の感情の複雑さが反映されており、これによってリスナーは彼の音楽に深く共感することができます。彼の音楽は心に響くメッセージを伝えることで知られています。感情表現の進化のポイント。心の内を素直に表現することでより深い人間関係を築き、共感や理解を得ることができます。あなたの真の感情を伝えることで人との絆を深め、充実した人間関係を育むことができるでしょう。4、チャレンジ精神。彼は新しいことに挑戦することを恐れません。音楽制作だけでなく演技や美術にも手を広げるなど多岐にわたる分野での活動が見られます。このチャレンジ精神は彼の多面的な才能を引き出し、ファンに新しい驚きを提供しています。チャレンジ精神のポイント。新しい分野への挑戦は自己成長の機会をもたらし、人生に新たな意義と喜びをもたらします。未知の領域に踏み出すことで新しい才能や情熱を発見し、自分自身の可能性を広げることができます。5、連続性と革新。堂本剛は自身の音楽やアートにおいて過去の作品との連続性を保ちつつも常に革新的な要素を取り入れることを心がけています。彼の作品は過去の業績を尊重しつつも新しい時代の息吹を感じさせるもので、これが彼のアートの新鮮さを保つ秘訣です。連続性と革新のポイント。過去の経験を尊重しつつ新しいアイデアを取り入れることであなたの仕事や創造活動に新鮮さと深みをもたらすことができます。伝統と革新のバランスを見つけることで時間を超越した価値ある成果を創出することができるでしょう。6、集中力と没入。堂本剛は自己分析と内省を大切にしています。彼の楽曲や公言は自己の内面の探求や人生の経験から生まれています。この内省的な姿勢は彼の音楽やアートに深みと説得力を与えています。集中力と没入のポイント。一つのことに深く集中し没頭することで高い成果と達成感を得ることができます。集中と没入は仕事や趣味を通じてより高いレベルの技術と創造性を発揮することを可能にします。7、社会への影響とメッセージ。彼は音楽や公の場を通じて社会へのメッセージを発信し続けています。環境問題や社会的なテーマに関する彼の発言や行動は多くの人々に影響を与え、考えるきっかけを提供しています。彼の社会に対する関心と責任感は彼のパブリックイメージを形成する重要な要素です。社会への影響とメッセージのポイント。社会に対して積極的に関与することで周囲の世界に良い影響を与え、より良い社会を築くための一歩を踏み出すことができます。あなたの行動一つ一つが社会に対して大きな影響をもたらし、変化を生み出す力になります。堂本剛のこれらのルールは彼のアーティストとしての個性を形成し、
彼の音楽と人生において顕著な印象を与えたものです。これらは彼自身の人生哲学と深く結びついており、いずれも彼の人間としての成長過程や世界を見る目と切っても切り離せないものとなっています。また堂本剛の言動は今なお私たちの心に響き、心の成長と社会の改善のための行動を促す手引きとなり得ます。彼の考え方や行動は個人が直面する様々な課題に対して勇気と創造性を持って取り組むためのヒントを残しています。おまけ、堂本剛の驚愕のトリビア2001。堂本剛のバスケ愛。バスケット少年だった堂本剛、小学生から部活に所属しゴールポストを自宅に設置したと言われている。ドラマ青の時代で彼の高校生役がバスケをするシーンあり、その腕前が披露された。堂本剛の正直しんどいでは本人がバスケチームを作り実際に試合をする姿が放映されている。2、芸能活動。堂本剛の芸能活動は小学校時代から始まっていた。舞台や CM など多岐にわたり活躍してきた堂本剛と北島三郎、舞台で親子役を演じた経験があった。これは彼がジャニーズ事務所に入る前の話である。レギュラー出演していた番組、それはダウンタウンが関西で活動していた時のものだった。この時期にもすでにタレントとしての才能を発揮していた。光源氏、諸星和美のファンだった6歳上の姉が本人の知らない間に履歴書を送られ、結果的にジャニーズ事務所への入所が決まったことはまさに運命的な偶然からだった。小学6年生の時のサプライズである。ジャニー喜多川に見出され、それが光源氏のコンサートへの招待につながった。ここで後にユニットを組む堂本光一君と運命的な出会いを果たし、後の音楽活動へとつながっていく。堂本剛の名言、僕自身が背負ってきたもの、これから背負っていくものを知ろうとしてくれている人と僕は恋愛をし、結婚したい。本気で愛せば大丈夫。僕はうまくいかないこと、どうしようもない時に取ってた選択は信じる。本気で愛する奮い立たせて、そこにまっすぐ向かっていけば学び成長があるということを決められたが、恋の中で生きている限りその学校を超えて成長することはできない。僕たちは痛みを知るために涙を流し、痛みを知れるから愛のために強くなれるんだ。辛いと思っているうちはまだ頑張れる。本当に辛い時はそう思うことすらできないから、音楽とは曖昧な夢ではなくて確かな希望であるべきなんだ。ありのまま素直に生きていくことが生まれてきた意味を美しくさせると思います。今回の思想のクロスロードは堂本剛に焦点を当てました。このチャンネルは5分で解説、人物の思想や哲学を深く洞察するチャンネルとして、今後も多くの歴史的人物や著名人の人生哲学や思索の旅を掘り下げ、それぞれのアイデアが今日の私たちの生活や社会にどのように影響を与えているかを解き明かします。また本チャンネルで取り扱ってほしい著名人、偉人などがいればぜひコメント欄で教えてください。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。